フルーツっててそこパッて見たらめっちゃ空いてるから場所だけ取って峰選手を多分今から来るのかな。いや期待だけしてください。最後まで来なかった。さあということで峰竜太選手ですけども、グランプリのこの会場でトークショー、はい、走っとかない。そうですね、つい寂しい気持ちになります。何をトークショーで荒稼ぎしてるの。最近ようトークショー言ってるでしょ。はい、もう賞金上積みできなくて。いや上積み、そこトークショーのキャラ入りません。いやでもどうですか、このグランプリのやっぱ雰囲気すみのいですけども。いやだからでもドキドキ感っていうか、緊張感がすごいですね。緊張感すごいですか。でもやっぱりあれですか、あの同じ世代のニュージェネレーションが負けていくのを見ると笑顔がこぼれるんですか。そうですね。やめなさい。何も言ってない。いやもうね、ニュージェネレーションですから、はい、もうミュー選手がグイグイ引っ張ってほしいんですけど。そうですね、まあ、どうなんですか、やっぱりこのニュージェネレーションでこのなんかグランプリに向けてみんな会話とかしてたんですか。まあ、グランプリ前はなかったですけどね。でもやっぱりみんな頑張ろうぜみたいな、はい、やっぱこうお互い意識してますもんね。あ、してますか。でまして、やっぱり どっちかというと応援の気持ちの方が強いんじゃないですかね。あ、応援しながら、うん、そっちの方が強い。だからレースするときはライバルだって。そうですね、はい、負けたくないと、はい、いやでもどうなんですか、もう最近福岡勢、九州勢がもうグイグイ来てますよ。そうです、負けてらんないですね。負けてらんないですね、はい、もう佐賀代表としては。そうですね、深川さんめっちゃ寂しそうでしたよ。いやもう、ほんと面白いね、ほんとに深川さんって全部一人で。そう、全部一人ですから、佐賀一人ですから、はい、しかもあの親子の肌で。そうなんですよ、全権にね、深川さんね、いつもゆっくり来られるでしょ。深川さん、知ってます、みんな10時から入るんですけど、大体9時40分に一人で来たいな。早すぎでしょ、言うて。ミネ君がいないから。もう本当ですね、いつも一緒に行ってるんですけどね。そうですよ、なんか言ってましたか、川さんは。いやもうなんかもうお前が今回一人になったわって一人になったわって言ってました。すいません、すいません。部屋とかもだからいつも二人で入るんですよ。そうですよ、そうですよ。だから僕いないから一人になったから、この他のね、すぐにこう回されるんですよ、団体で。そう、それもこの間言ってましたよ、ですね、大村で。あ、やっぱり、いつも僕が、若手なんでこう動いて、そうです、いっぱい僕が仕事するんですよ。仕事して、深川さんは部屋でゆったりできたのに、今回の大村はなんとまさかの同期の山崎智也と一緒の部屋、なんでやねん言ってましたよ。今さら同期で一緒の部屋されても会話ないし、逆に気ぃ使う。で、智也さんも智也さんでこっち来て、おい、聞いてくれや。深川と一緒やねんけど、たぶんあれでしょ、その部屋決めた人は、同期やから同期やからいいかみたいな感じやけど、あの面接なんていうと逆に気ぃ使う。気ぃ使うけどね、長年連れ添ってもう会話がないよね。いやでも本当に皆さんがもうしっかりと SG 復活していただかないと。そうですね、まあ、はい、盛り上げたいと思います。いやでもね、もう、まあ、まちまち優勝ラッシュで、なんていうか、まあ、最近ちょっと悪いですけど、リズムはでも、そんな落ちてもない、落ちてはないですね、はい、でももう最後までね、グランプリ出場目指して。そうですね、頑張ってましたけどね。頑張ってましたけど、やっぱダメです。やっぱダメでした。いやでもね、田中選手と2人でね、はい、休みがずっとありましたけども、はい、2人でいいランキングでもうずっとずっとね、ちょっと抜いたいぐらいだったんで、頑張ってまして、で、結局関係なかった。関係なかったって言うんだけど、結局これ関係なかった。ずっとみんなが来たっていうね。いやでも本当あれ、やっぱりあれですか、もうその時点でちょっとね、あとはもう一般戦で頑張って優勝を重ねるしかなかったですから。まあでも僕自体はなんかもう今年は無理だなと思ってたんで、でもなんか G1 優勝して、アシアの G1 優勝して、はいはい、周りが勝手に盛り上がってきた。もう盛り上がりましたよ、あれは。いけるんちゃうかもしれない。そうですよ、あの時の表彰式だって僕やらせていただきましたけど。ああ、そうですね。これでもうあとは一般戦を全部優勝するつもりで頑張りますって言ってたよ。言ってたけど、一応もうあの時はもうそれ優勝してそれどころじゃないんですよ。ああ、もう優勝したことが嬉しかったから。そうやってね、G1 そこで勝つっていうのがやっぱスターですから。え、まあそうですね、なんとか。そうですねって自分で言うからね。相槌、相槌ですから。いやでも本当ね、来年こそは。そうですね、また1月からパッとね。そうですね、まあ決めて、ね、スタートダッシュ決めたいです。スタートダッシュ決めたいな。どうなんですか、やっぱりこのグランプリ出たらもう自分の出たい気持ちは一番でしょ。まあ、あれはなんか、なんかちょっともうちょっとこう経験値をつけてね、しっかり力つけてから出たいなと思って。出たいなと、そんな真面目なこと言えるんですね。そうですね、ちょっとそういう、そういうじゃない。そんな雰囲気になってませんよ。別になってないですよ。笑いが行きました。いや、皆さん、峰君があいつすっげえ頭いいんやと思ってないですか。
バレてますから。バレてますね。でも皆さん騙されないでくださいよ。頭悪くないですから。悪いふりしてるだけですからね。全国トークショーで言えもう全国で言うだろう思ってほんまに。もう嘘ばっかりつくから。嘘はついてないですよ。いやもうでも峰さんのあのね、ピットで言うピリッと気合いの入った時の顔はもうめちゃやっぱかっこいいですもんね。ああ、そうですね。よく言われますね。謙遜してるんじゃない。聞こえてますよ、マイク通ってるから全部で。いやでもね、そうやって戦っていく、はい、ユータ選手、はい、もうこんだけのファンの方が来てくれると嬉しいじゃないですか。嬉しいですね。見てくださいよ、前の次もアンケートの方に増えましたもんね。まだ、あそこちょっと相手でも全速度で引っ張ろうか。気づきましたわ、E.T. キングさんのファン。あ、違う、E.T. キングさんここでやるんですか。ここでやります。ここもちょっと何にしたんか。歌うんかい。歌えるんでやないですよ。いやでもね、ほんとね、あの何歌うのって。いや、そんな、いや、なんか、あんた言うからやんか、そんな。こっちの俺言うた瞬間、自分で言うた瞬間に振られたら困るのやめてくれる。困ってます。困ってますね。それやったらもう言わないから。いや、でもほんとね、あの、あれですよ、来年も頑張りますけど、福岡勢ちょっと本さんもね、出てまして、はい、ひとしさんが頑張ってますね。そうですね、はい、あのひとし今年すごい調子良いですね。どうか調子いいっていうか、なんか本来の感じになってきたっていうか、こう、うん、そうなんです。力があったんで、はい、もうじゃあちょっと落ち着いてレースできてるなと。そうですね、もう一回もう優勝とかしたらもうバーンって優勝とかしたらバーンと。でも全然あの可能性としては、あの別にその、ひとしが若いから取れないと、それは、はい、もう最近ないですからね。ないですもんね。誰でもチャンス、誰でもチャンスあるんですよ。その可能性をね、一つも広げていってもらいたいです。広げていってもらいたい。ただ自分が取ってないだけやから、そんな気にしない。あ、ちょっと思い、その無理かなと思って。無理じゃないの。いや、みんなよ、一瞬考えたよね。質問変えます。そうか、みんな取ってねえわと思っただけから。大丈夫です。いや、チャンスはあります。チャンスはありますから、それそれ言うんかい。それ言うんかいって言っていきましょう。言って取った時はもうそれはもう正解なパーティーですよ。パーティーですね。パーティーですよ。どうします、取った時に祝勝会とかするんですよ。するつもりですけどね。どこでやるんですか。大阪ではやらないんです。大阪でやらないんですか。やらないんです。佐賀でやるんですか。だってちょっと遠い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 けど、ホームはもう佐賀です。佐賀やから気持ちはもう大阪にありますけど。絶対嘘でしょ。気持ち大阪にありますけど、そんなよう嘘つきました。すみません。佐賀の人は佐賀も気にするし、大阪も気にするし。じゃあ読んでないです。いや、本当に。いや、でもね、この後トライアル。トライアルファーストどうなんでしょう。この戦い、2戦目。2戦ですね。で、2戦で終わりですよ。2戦で終わりですよ。ルール知らんかったの。2戦で終わりです。そうですね。まだ短いですけど。やっぱり、うちが強いですからね、やっぱね、隅田がやっぱ隅田がうちが強い、なかなか外で勝つのは難しいですからね。いや、やっぱそれは毎月行こうとか考えるみたいな感じですね。いや、僕はもう、特にここなんか抽選ですから、はい、もう引いた自分が悪いと思って、6コースから行きます。あ、もう素直に。そうです。もうそこから天才で、それはもう自分が、それ引いちゃった自分が悪いと思う。引いちゃった自分が悪いと思う。で、引くチャンスはあったわけです。あったわけです。去年は僕1号で行った。そうですよ。そんで優勝してない。優勝とかやめてもらって。いつもで引いたから、タイトルネタやめてもらって。今の流れで言うと1-1引いたらもう優勝ってなるんかなと。いや、ちょっとお腹いっぱいやってました。あ、いつもで2回引いたよ。バカ野郎。3回目頑張らんから。でもね、それやっぱ苦渋もあるし、はい、うちが強いから。でもその分プレッシャーもかかるでしょ。いつもやっかかりますね。緊張しました僕も。ここはもう1号で絶対逃げなあかんな。そうですね、やっぱ本当に緊張でスタートとか遅れそうな感じしましたもん。そんな気持ちになるんですか。ありますね、ありますね。なんか短期決戦の恐ろしさというか、なんか上ついちゃうとやばいですね。なんかこう空回りというか。ひとしどうでしょうね。ひとしは多分大丈夫と思います。ひとしは大丈夫なの。なんかもうちょっと安心して逃げる感じあります、ね、安心して、そういう精神的な。そうです、なんかこう安心して逃げる感じありますね。確かに。でも昨日の平本選手はインタビューからめっちゃ緊張してました。なんで笑うんですか。いや、かわいそうですね。3頭で締めてますからね。そうですよ。でも やっぱあれは緊張で出てましたかね。と思いますね、やっぱそういうのは。やっぱり多分、だってグランプリに出てる人なんかは、はい、もう何もなかったら普通にいいから逃げる。それはそうです。できる力あるんで、エンジンがどうとかじゃなくて、もういいに入れば、で多分ミスってことは、なんかそういう気持ち的な、気持ち的なちょっと弱さが出る。そうなんですよ。メンタルの失敗とかね。あ、じゃあもう今日も1号艇池田選手ですし、はい、もうそれはもうね、経験値が違います。そうです、これから経験値詰めますからね。あ、じゃあそういうのが出てきますよ、こういうレース。あとはひとしの
なんかピットの雰囲気をどうやって皆さんが見ればいいのか、それは見えるじゃないですか。いや、もう双眼鏡で、双眼鏡で、はい、こっからこうやってどうやって見んねんおかしいでしょ、あなた。そんなに肩引きしてるなとか、肩引きしてるなってその時点でもう間に合いませんから僕たちは。いやでもね、そういう緊張感があるというやっぱレースがグランプリですからね。そうですね、そこまでお客さんにも楽しんでもらいたいですね。そうですね、はい、さあということで、この後も旧レース発売中また出てきますから、はい、ね、はい、次はね、ギネ選手が嫌いな先輩をね、大爆発そんな、聞いてないです、聞いてないです、聞いてないです、遠くでまた出てきます。大丈夫ですか。いないですか。いないですか、全みんなに愛されるみんなに言うなってさあ、こんだけ集まっていただいてファンの皆さんに一言お願いします。はい、また来てくださいそんなにね、また来てくるんで、また来てください。来られへんからおらんすぎやん。いや、また、またあの、ここは 3Days かなんか 3Days かな、適当に言うな走るんでね、応援してください、たくさん、はい、よろしくお願いします。